エドワード・トローブリッジ・コリンズ・シニアは、アメリカ合衆国ニューヨーク州、ミレルトン出身のプロ野球選手、右ト左だ。ニックネームは、コーキー。19歳でデビューしてから25年現役を続け3300安打以上を、記録、20世紀最高の二塁手の一人と称される。コロンビア大学在学中の1906年に、フィラデルフィアアアスレチックスから、 サリバンという名でデビューした。1907年に本名でアスレチックスに加入。1909年に二類種のレギュラーに定着し、打率347、67投類を記録。翌1910年に81投類を記録して、初の投類王となった。アスレチックス時代は、コニー・マック監督の下で、スタフィー、マッキニス、ジャック・バリー、フランク・ベイカーらと共に、 10万ドルのナイアの一人として4度ワールドシリーズに出場した。コリンズは当時、チョークグリップと呼ばれた独特のバットの握りから高い打率を毎年コンスタントに残すことのできた打者で、1909年以降1915年までの間、7年連続で320以上の打率を記録し続けていた。1914年には打率。 344を記録し、同年代に活躍していたタイカップラとの競り合いの中、首位打者となり、シーズンの最優秀選手にも選ばれた。コリンズイン1911-1915年からは、シカゴホワイトソックスでプレーし、移籍最初の年は打率、332、46盗塁を記録。またこの年の119支給は、リーグサイトとなり、出塁率は、 460にもなっていた。1917年には53盗塁を記録し、ワールドシリーズでは22打数9安打、3盗塁と活躍し、チームをワールドシリーズ制覇に導く活躍をした。しかし、2年後の1919 19年に、チームはブラックソックス事件に巻き込まれ、多くの永久追放者を出すことになった。1920年に224安打。 372の打率を残すなど30代になってもコンスタントな活躍を続けていた。1923年と1924年には2年続けて盗塁王となる。1924年からの3年間はホワイトソックスの選手権人監督を務めたが、自身もこの間一度盗塁王となっただけでなく、いずれのシーズンでも340以上の打率を記録するなど、 フィールドでもチームを引っ張る存在であった。1926年オフに、コリンズはホワイトソックスから放出され、アスレチックスに復帰、4年在籍した後1930年、43歳で選手を引退する。その後は1932年にアスレチックスのコーチを務め、 1933年から1947年までは、ボストンレッドソックスのゼネラルマネージャーを務めた。この間、後に、アメリカ野球殿堂入りするボビー・ドアや、テッド・ウィリアムズらとの契約を成功させ、チーム再建の手助けとなる。1939年、記者投票により、アメリカ野球殿堂入り選手に選出された。1951年、ボストンにて死去。なお、 コリンズの息子も後年アスレチックスの選手になったが、実動はわずか3年であった。このコリンズジュニアのギフは、野球伝道入りした投手のハーブ・ペノックである。コリンズのメジャーリーグ記録である通算技打数は、2003年8月20日に、当時、読売ジャイアンツの河井正弘選手が更新した。ただし、 MLB のレギュラーシーズンの打撃記録において、ギダとギヒが分けて記録されるのはもっと後任のことで、当時は両方がギダに数えられていた。ありがとうございます。